る。しないとリッツたち帰ってきたらすごく怒るよ。せめてススを落として、あとまっすぐ飛べるぐらいには直しとかないと。またクダクポ、急ぐクポ、頑張るクポ。僕水汲んでくる。ちょっとだ。王宮のミュートに会って話をして、みんなで元の世界に帰るんだ。リッツもドネットもいてくれる。きっとうまくいくよね。アシュー、モンブラン。あ、ごめん、水今持っていくよ。ああ、急ぎじゃないクポ。モグは手を洗いに来たクポ。マーシュは変わったクポ。最初に会った頃より随分頼もしくなったクポ。何いきなり。大丈夫クポ、マーシュなら絶対やり遂げられるクポ。モンブラン、それだけ言いたかったクポ。ありがとう。モンブランたちにはずっと助けられてばかりだね。何もお礼できなくてごめん。なんなのな。クエスト上手のマーシュのおかげでノノの飛空艇だって完成したし、モグたちも世話になったクポ。楽しかったクポ。うん、僕も楽しかったよ。今になって急にそんなこと考えちゃうんだ。戻るって気持ちに変わりはないけど、僕はこのイバリスが好きだったよ。マーシュ、覚えていてほしいクポ。元の世界に帰ってもモグたちがここでこうして生きてたってことを。忘れないよ、当たり前じゃないか。ありがとうクポ。あ、僕が持っていくよ。いいクポ、いいクポ。それよか顔洗った方がいいクポ。ほっぺにススがついてるクポ。え、ほんと？世界が消えたら、元の田舎町のイバリスに戻ったら、モンブランやノノたちはどうなるんだ。望みの力で生まれた世界が望まれなくなったら、みんな消えちゃうってことになるの。でもそれをお前は望んだんだろう、マシュラディフィ。誰だ。イバリスは夢だ、強く望む夢。本人も知らない意識の底で望む夢。あらゆる夢が力となって世界をつなぐ。苦しい夢、醜い夢、それを見つめる覚悟はあるのか。誰かの夢をその手で殺す罪深さ、自ら引き受ける覚悟があるのかい。僕は決めたんだ。迷いがないとは言わないよ。本当はこのイバリスに居続けたいのかもしれない。でもそれと同じくらい元の世界に戻りたいんだ。戻らなきゃいけないんだよ。ならばおいで、眠れる都ベルベニア。今のはレドナ。でも、もっと知ってる人の気配だったような。
ったの？明日の朝までにはまた飛べるように直したか、クポ。ああ、兄ちゃんはこれ以上手伝わないでいい、クポ。余計ややこしくなる、クポ。うっさい。そんな言い方しなくてもいい、クポ。うわ、リッツ大変。この魚まだ生きてるよ。こっちに投げるんじゃないよ、ドネット。あ、みんな。マーシュ、おかえり。おかえりなさい。買い出し頼んじゃってごめんね。重くなかった？重たいに決まってるじゃない。それにやっぱり飛空艇壊してるし出発までにはみんなで何とかするよ。ずいぶん遅かった、クポ。あ、うん、水が気持ちよかったからさ。あのさ、モンブラン、これが全部終わったら。なんだ、クポ。うん、やっぱりいいや。これ向こうに持っていくの？そうだけど、クポ。貸して、僕がやるよ。オートベルベニア、そこで何が待っているとしても僕らは進むしかないんだ。全ての決着をつけるために。